GBTUSB、上に、貼る。いいところ打ってましたね。なんとか判明はさせます。成績は今日ね、こんな具合ですね。スマゲッツはなんかこうだから、あんまりね、シーンの外に見せたりすると、ね、ガーメックスとか多いから、こんな感じでね、見えてるライブ通しだと。この講座は見えてるけどね、いたずらしちゃダメですよ。講座番号出しちゃってますけど。大した資金で運用してませんから、まだ。上がってるかちょうどいいですね。右側なんですね。右側もうあんまり、左側は12,750円ですね。まあ、少しずつ上がってますね。もうお昼になるね。お昼30分前。
はい、こんな感じですね、書きましたね。どんなことかというと、ここにポーズ、ここですね。ちょっとか、うんうん、外したんだけど上打たないっていうですね。あのシグナルが出てこうやってそれても打たないですね、これね。シグナルのアドバイスが来るまで打たない。NBUSB 下に売る、向こうに来たら打つと。GBUSB 下に売る。その処理はね、コンピューターに任せましょう。指示通りに、ね、NBUSB 下に捨てる。これだけちょっと位置が難しくなって、もう今120円マイナスでね、済んでるんですね。220円マイナスか。220円ぐらいですか。きついとこだな。NBUSB 下に捨てる。NBJPY 下に売る、下に売る。受けたかな。
どんどん落ちてくる。怖いですね。これは大負けですね。ジャンプに USB 下に売る下に売る。LGJPY 下に売る下に売る。さあちょっと落ち込んじゃったな。
さっきの部分あったのかな。GBT USB 下に売る。こんな上がっちゃったのね。ああ、このとこもすごく負け越してるっていうね。MD USB 下に売る。下に売る。
ついたよな。だいぶ負けちゃったかな。このところ多く負けたな。1、2、3、4、5個負けたな。 GPT-USB 下にブル。今落ち込んでますね。今ね、全然的に、落ちてきてるんですよ、今ね。左はね、ちょっと落ちてきてるんで、8500になってるんで、ちょっと今落ち込んでる時ですね。注意ですね。ほんと落ちるかもしれないんでね。難しい。
NB の USB、下に、ストレ、ウル。NB の USB、下に、下に、ある、ある。NB の USB、下に、ブル。
ちょっとこれだけ休憩してみましょう。ちょっとこれ終わったら休憩してみましょう。まだ下がるかもしれない。それは休憩しておきましょう。現在は仕事はこんな感じなんですね。なかなか苦戦していますね。苦戦というか勝ってるけども、少しかかったよね。もうちょっとこの後稼げるかもしれないんですけどね。戻るかもしれないですね。こんな感じで動いてみて、食事をちょっと食べますので、あ、これ大変だったんだ。これでもまずかったんだねえ。そうなんですね。ちょっと食事でね、休憩いたします。どうもありがとうございます。